田園都市線梶ヶ谷駅からほど近い小高い丘にある知恵遅れの子どもの通園施設川崎市立末永学園でこのほど子どもたちの作品展が開かれました。この作品展は今年が4回目で、日頃の学園生活での子どもたちの作品をはじめとして、1年間の指導や訓練の状態などを父兄や一般の方に見せて、正しい理解と認識を持ってもらおうと開かれているものです。どの作品も子どもたちが精いっぱい力を込めて作った作品ばかり。特に今年は卒園生のその後の生活状況が展示され、人目を引いていました。知恵遅れの子どもは人口の 2% ぐらいの出現率と言われています。そして社会にはこうした子どもたちに対する偏見があるようですが、理解とともに温かい目で見守ってあげたいものです。